開けてないかまだね、完全に開けてないですね。開けかけてるような感じがしますけども、ね、もう皆さん早い方はもう、はい、ワクチンね、一発目打ったっていう人もね、バカだと思いました。ワクチンもいろいろ、はい、皆さんはどうなんですかね。僕は早く来たくて仕方がなかったんですけど、いろいろなんか情報を聞くと来年ぐらいになんか塩野義かなんかからね、うちの店が出てくると。どうも今ファイザーの方はなんか遺伝子組み換えとかやってるから、まあ、まあ長い目で見た検査どうなるかとか、そういうあれは全然ね、急遽作ったんで、それがね微妙に怖いぞという話がいろいろね、まあ、みんな打ちまくったらコロナも収束してきたら別に一人ぐらい打たんでもええかな。みんなそう思ってますか。みんなそう思ってるかな。打ってしまった終わりですもんね。あと例えば3年5年後ぐらいに大変やとか言われてもね、その時にボックスを得るかどうかって言ったんですけど、まあ言うてもあと何年切れるか分からへんからね、全然いいんですけど、はい、まあまあそんな感じで、早いところはもうライブもやったりで、うちもまあぼちぼちやっていこうかなと思ってますので、今後ともよろしくお願いいたします。さん今日はあの辺できるの？カフェメニューは？カフェもできますし、あと言っていただいたら何でも作ります。まあ今日から一応お酒、ね、販売、提供できるということで7時までですか？はい、はい、一応この辺はまだ規制がかかっておりますので7時まで、ね、アルコールのね提供をさせていただきたいなと思います。で、定刻はやっぱ8時には、店クローズにするということもね、まだまだ決められておりますので、ご協力の方よろしくお願いいたします。ということで、本日久しぶりでございます、クラブアイカワ。元気やった？ほんま？まあ、リカルもちょこちょこ見てるのね。ケイチ君久しぶりやな、ね。元気そうで何よりでございます。今日たくさんね、集まっていただきますので、ありがとうございます。では、紹介いたします。クラブアイカワ、よろしく。ミュートしとった、思いっきり。ワッ、ツー、スタート。Oh yes, wait a minute, Mr. Postman. Hey, 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 Mr. Postman. Mr. Postman, you can see. You get a letter in your car for me. Why is taking such a long time? For me to hear on the bottom line. The heart is so broken. Come and go back so far away. Please, Mr. Postman, look and see. You get a letter, for me. I've been standing here waiting, Mr. Postman. So close, patiently. But just a card, but just a letter. Why is the game?
心配もあったんですけど、ね、
ございます。ね、ようやく今月20日にね、緊急事態宣言が明けまして、まあ、現在まだまん延防止等重点措置は続いておりますけれども、なんとか時間をね、限られた時間内で、なんとかお酒の提供もできるということで、まあ、あまりね、羽を外すというわけには正直いかないかもしれないですけど、お酒飲みながら、ゆっくり飲みながら、しばし楽しんでいただければなと思っております。最後までお付き合いのほどよろしくお願いいたします。Won't you
練習がね、あの岡田の1回目の緊急事態宣言で練習さえできない感じだったんですが、ライブじゃないやつで、ね、練習ができたので、そんなに我々的にはブランクないんですが、ライブが、今年になって3回ぐらいですね。2月の下旬ですけど、こんなにライブがない年を今年でなかったんですけど、今日久しぶりで全部聞いてるから緊張することある？いや多分ないで。いや、あります、ね、ないですよね。あんまり見たことない。失敗したらどうしようとかね、間違えたらどうしようとか、そういうのはあんま思わないですけどね、あの盛り上がらなかったらどうしようとかね、こっちなの、ね、うん、あの、はい、ライブを見ないでしょ。若いんだよね。まさに、ありがとうございます。そっちよりちゃいますね。青ちゃんが緊張してて、僕も緊張してないですけど、盛り上がるから、膨らみやつ言われると思うんだ。盛り上がれへんねんけど、いかんじゃけど、ブザーならまだ慣れへんかなって、せえへんかなって。Thank you.
感じ、うん、ありがとうございます。今日お化粧もいい感じお化粧もいい感じ、化粧濃いめで、ね、ちょっとギラギラしてきました。確かに可愛い。確かに可愛い。パーマも当てました。いや、痩せてません。できてよ、また。主に立ってられるんで、決め、決め、決め。時々ジュリーさんにメールでね、ちょっと確認して、痩せましたかって。嘘、指導、ご指導は仰いでる。導いてんの。励ましやってるんだ。抜け駆けした。やってました。これから暑いと、ね、夏バテとか。これからです。衣装さんにもちょっとあれやっぱ小さめんだよ。夏バテはしないです。あなた冬バテが多い。いや、バテだよ。そういうの。声が。風邪がね。この冬はマスクの影響で結構上等なすぐ手とこれもすぐ悪くなってそうか、次行きましょう。もう再開を祝していつから1日目になる。いや、8月か中を決め夜に行こう
ならなげすぎて、それで終わりにしようぜ。はしゃぎすぎた後消えてしまう。癒そうみたいに抱き合って死ねるならいいね。その日だけの恋ならば、優しさもないよ。Thank you.
ては上手の上手歳は二十歳でも誰より長く生きてるわ日本ぐらいでライブができたんですけどもね、もうすぐにまたリバウンドで4月に入ってマウンドの試合になって、それが5月になって、ペース知らないですもんね。うちの店もこれぐらいですわ。20日にね、それが解除になったんですけども、まだ1週間も経ってないにもかかわらず、もうすでに東京は連日500人超えの感染者がね、出ているみたいで、これまた、あと1000人ぐらいいくんじゃないかなというふうに思うんですけども、まあ、ワクチン接種、ね、先ほどもそうなんですけど、ワクチン接種、ワクチン進んでると思いますか？はい。お1回、でも早い通りは。早い方がいいですよね。1回目、2回目ですか？1回目。これ金曜日。金曜日ね、うん、あ、よかったですね。早くね、ワクチンがたくさんあるみたいなんでね、海外にね、あげることがあるみたいなんでね。ああそうですかね、うん、受けるやつ早めに言うと、うん、もうそれが受けるっていう形にしようと言うと、もうそのまま置いたらもうね、物が悪になるから廃棄せないから、うん、そうですね、うん、あれがもったいないね、あのね、
とワクチン、もうやっぱりワクチンがこう行き当たるまでね、なかなか正常にはなかなか戻らないと思うので、ね、まあ、ちゃうだね、まあ、僕の、今年いっぱいはやっぱりね、またこうやって緊急事態とか繰り返しで、ね、過ごすのかなと思うんですけども、まあ、なんとかなんとかやっぱり、7割程度は、香り華やぐ入るんじゃないかな。面白くなったことは、こんなん、ああそうですか、人生初やわ。そうですか、あの、年末の。ミキとの遭遇や。まあ、うちらがその週末やらせていただいてるのでね、こうやって時間を繰り上げたりしてね。そういうのね。うん。雰囲気ある。去年も6月の頭に開けてね、いきなりライブで、あれが1ヶ月ずれてたらもうできなかったのでね。千田さんのライブは、人が多いのが準備が大変なんですよ。これが多分、こんなとこ、精神的にこう、人が多くなる感じが。はい。まあ、なんとかこうやって反応してみます。いいのが、なんとかできる。ありがたいなと思います。千田さんがね、千田さんも、あの、またね、今回から、時短営業ではありますけどもね、こうやってね、週末営業されると思いますので、ね、皆さんも来ていただきたいと思います。はい。この期間はなんか、喫茶店の喫茶店さん純喫茶や純喫茶純喫茶の時代でした。あ、なんですか、嬉しそう、嬉しそう。ジュニーさん、せっかくだったら純喫茶みたいな格好したらよかった。あ、ほんまや。黒いワンピースで、白い頭にこういうのなんかね、あと、昭和な、そう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 、そういうのやって似合いそうじゃないですか。その格好が純喫茶じゃん。その格好は純喫茶じゃん。ワン、ツー、ワン、ツI'm not afraid to die.
しかし、ずっとこれ、安定の。あ、大丈夫。まだね、大丈夫です。お酒の注文もいけますんでね。あ、私はまだ、無事かも。そうですね。全員余裕。浴びるように飲んでください。お酒が美味しくない最近ね、本当に。なんか。年取ったね。お酒が美味しいなと思って、年を取ったわけない。でも練習中のちょっと練習中しんどいですよね。前は前は新曲終わるたびに髪が切れなかったんですよ。最近ちょっと9年やってますからね。購入して9年ですよ。ね、だから2012年の6月生始めた翌年からこの時代屋さんでライブを、ね、やらせてもらったんですけど、ね、あれあれ、来年は、ね、10周年ですからね、なんとか、心の少しは感想場来年でした。今日は高校の先輩も、ね、来て、本当にね、まあ、前ほどは緊張しなくなりましたけど、もうなんかね、その辺を応援してくれて、ね、ありがたいですね。高校時代に、そうですね、から落ちてね、53になってね、まだ こんなことになるとは、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 思ってもいなかった。しかも横に、ね、素敵な、ね、ダーリンもいて、ね、ちょっと休憩しかダーリンと僕、ジャム聞きたいです、ね。あ、どうぞ。どうぞ。素晴らしい、期待しておきます。では、はい、ちょっと説明を聞いてください。
見事。初代の天才ラバーズバラードで決めてくれた。では先ほども言ったんですけども、おはよう。お、ちょうどもうすぐ休憩時間。休憩時間。次の曲で、一旦休憩ということなんですが、またしばらくお時間いただき、また2曲、ね、スタートさせていただきたいと思います。お時間ある方はね、引き続きお店の営業が8時までということですので、ね、8時いっぱいまでやることはないとは思うんですけど、7時半前後ぐらいまでのライブかなというふうに思うんですけど、ね、いやもうちょっと次はもう OK やで、8時には粘ったんで、そんな言わんといたけど、それまでの間は心を楽しんでいただきたいと思います。今一番大事なところ、ありがとうございます。バリバリゴーゴーゴー、バリバリイェイ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 、バリバリゴーゴーゴー、君の態度が変わった、キスを叫ぶ仕草で気づく、そうさ抜け殻の身を抱いて踊り君が愛だと言ってね、胸も不安がしやすいけど、お互い初めては首に泣いてないとこまで疲れのせいよ、髪を直して早速さと君はこの部屋を出るよ、アポリンが積むら僕を責める、この彼ら抱き尽くす、ケチ冷たい君の素肌がいつも心を震わせる、惑わせてお前が、ありがとうございます。
お疲れちゃんです。言った通り、おっしゃった通りやった。